こんにちは、あきです。今回はただただ紅葉とかの写真の紹介です。使ったカメラは富士フィルムの XE3、 これにニコンのニューニッコール 135mmF2.8 っていうオールドレンズをつけています。このレンズはオールドレンズではあるんですけれども、そんなに古い古いっていうほど昔のものでもなくって、こんな風にすごい綺麗に素直に撮れるんです。 135mmF2.8 はなかなかに口径が大きい方になりますので、結構ボケが大きいですよね。本当に真ん中に当ててるこの葉っぱ以外のところはね、ボケてしまっていて、玉ボケなんかももちろん形は崩れてるんだけれど、キラキラとしてすごい綺麗に写っています。これは手前のもみじは赤い子で、背景の葉っぱは黄色めな感じの、まあ一丁ではないんだけれど、黄色くね、色が変わる感じの葉っぱ、それが背景にあって、すごい背景が明るくって、でもちろんね、そのキラキラってしたところの前に、まあ、この赤い葉っぱが来ていて、まあ赤と黄色だから同系といえば同系なのだけれど、かなり明度というか明るさが違ったので、こんな風にね、なんかキラキラの中にあるもみじみたいなのが撮れました。 135mm のレンズを APS-C の XE3 につけてますので、 35mm 半の換算でいうと 200mm ぐらいの画角になってます。だからちょっとこれ木の上の方であった葉っぱなんだよね。なんだけれど、かなりまあ大きめに写すことができていて、こういうのは中望遠から望遠域になってくる、そのぐらいのレンズの、まあ、便利なところですよね。どうしたって近づけないわけじゃないですか、木の上だからね。でもまあ高くればいいのかもしれないけれど、背が低かったりするとそういうとこはね、どうしても寄れないんだけれど、長いレンズだったらそれをね、こうやって近くに引き寄せてくれるわけです。さっきのもみじは結構赤が強いもみじだったわけなんですけれども、もみじというか楓になるのかな、にはいろんな色がありますよね。もちろん真っ赤真っ赤でね、すごい赤の濃い子もいれば、この写真みたいにちょっとまあオレンジがかってるというか黄色に近いような色の子もいます。これは種類によるのかな、それともなんだろう、日当たりとかで紅葉の進み方とかがね違ったから、こんな風な色の違いとか出てくるのかな。でね、さっきみたいに背景にキラキラした他の葉っぱとかをね入れてあげるのも私は好きですし、こんな風に背景をまあ虚無の真っ黒みたいにしてあげるのも好きです。これ別に背景に本当に何もないわけではなくって、ただただ背景が影になってて暗いだけなんですよね。逆に言うと、この真ん中の方にだけ太陽光が木漏れ日みたいな感じで当たっていて、でそれ以外はね普通なんですよね。だから明るさの差があって、で明るいところに露出合わせてあげたので、他は黒く潰れましたっていう写真です。そしてこの辺はよく見る椿の写真です。なんかね、道端とかにもたくさん咲いてて、すごい見慣れてるお花かなとは思うのですけれども、まあこれね、意外と撮るの難しいんだよねっていうのは、なんか全部同じになっちゃうみたいなね感じがあって、どうしたらそのね違うキャラクターの写真になるのかなとかね、そういうの思いながら撮ってました。この辺の椿の写真もなんか特別なね椿園とかではなくって、なんか公園のね一箇所になんかポツポツっと咲いてるみたいな、そういう感じの椿なんです。だから背景がお花でいっぱいとかね、そういうのはないから、なんかどの向きから撮ろっかなみたいなね。でもちろんそのなんだろうな、たくさんたくさんお花がついてればね、次はあのお花かなとかね、いろんなものがあるのだけれど、なんかねそんなに今年は花の数が多くないんだよね。咲き始めたのもさ、すごい早くって、まあやっぱりなんか今年のお花はいつもと違うなって思いながらね見てました。そしてまたまたもみじなわけなんですけれども、今回これはね結構お気に入りの一枚です。ちょっと前の方でも言いましたが、 200mm 相当の画角なので、かなりね切り取るっていう印象は強くなります。でこれはもちろんこの真ん中の葉っぱを切り取ってあげていて、でまあ背景とかね、その手前の葉っぱとかは全部ボケてしまってるっていうような写真。この写真の何がそんなに好きなのって言われると、なんだろうな、なんかね明暗のバランスとかなのかな。
これかなり背景とか、あとは手前とかのボケのところが結構光が当たってて明るいですよね。で、そういうところが明るい中、真ん中の葉っぱが、まあ、光が当たってないっていうよりはかなり濃い赤色なので、まあ、明度としてはね、ちょっと控えめというか暗めな感じ。途中にもあったように、暗い中に明るい何かがあるっていうのは、スポットライトが当たってるみたいな感じでね、すごい綺麗に見えますよね。そうなんだけれど、これみたいに明るい色の中に濃い色、ちょっと暗めの濃い色っていうのがあるのも、それはそれでね、明暗の差があって目立つじゃないですか。多分この時の私というか、今動画を見ながらこうね、写真見ながら動画を作ってる私っていうのは、多分こういうのが綺麗だなって思うような気持ちなんだと思います。あとは写真を見ながらの雑談でございます。今回使ったニューニッコールの 135mm f2.8 っていうレンズは、私はかなり愛用していて、何がいいかっていうと、その切り取れる画角っていうのもありつつ、とはいえちゃんと明るいっていうね。例えば F4 の 135mm なんかもあるわけです。ミノルタのね、そういうのも持ってたりするのだけれど、まああれはあれでね、すごい好きなんだよ。もちろん明るいから正義だとは一つも思わないのだけれど、まあとはいえね、いろんなレンズがある方が楽しいじゃないですか。もちろん暗いレンズだってそれはそれでね、楽しいし、でも明るいレンズだってそれはそれでボケの大きさとかね、あるいは日陰でも結構明るく撮れるとか、そういう良さはあるわけです。そういう意味で言うと、 F2.8 の明るさがあるっていうのは汎用性は高いよね。そしてオールドレンズとはまあ言うんだろうけどね、マニュアルフォーカス時代のレンズだから間違いなくオールドレンズなんだけれど、まあとはいえね、そんなにめちゃくちゃに古いぞっていうわけでもないから、写りもね、ご覧の通りしっかりとしているわけです。私はもう紅葉もね、だんだんと終わりって、まあ意外とね、葉っぱ自体は長く残ってたりするので、いつが終わりなのかっていうのはないと思うんだけれど、まあとはいえね、全盛期はだいぶ過ぎてきて、葉っぱも落ちてきてるかなっていう感じの今年ではありますが、皆様はどんなレンズ、まあ画角とかね、明るさとかね、寄れる、寄れないとかね、どんなレンズで紅葉を撮られましたか？私が一番使ったのはやっぱり 135mm、次が 50mm かなっていうような印象です。今年はね、なかなかその大規模に紅葉してる山とかね、広々とした景色みたいなところにはまあいろいろあって行けなくって、まあちょっとね、体調を崩したりもしたから行けなかったりして、なのであんまり広角の出番がなかったんですよね。そう、マクロもそんなに使わなかったですね。まあ紅葉をマクロで撮るのっていうのはあると思うけれども、別にね、大きく写したいっていうだけでもなくって、例えばマクロレンズってね、すごい細かく写るじゃないですか。まあそれはね、今年はまだ使ってないな、このシーズンの紅葉にはまだ使ってないなっていうのが私の使ってるレンズたちです。まあこんなことを言ってはいますけれども、まだまだ紅葉の葉っぱ残ってますよね。まあもみじに限らずです。イチョウの葉っぱなんかもまあ落ちてね、黄色い渋滞にはなってきてるかなっていうような関東ですけれども、まだまだ葉っぱも残ってて、もうちょっとね、しばらく色づいた葉っぱっていうのは楽しめるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆様、例えば広角で撮ってたよっていう人は、長めのレンズも楽しそうだなとかね、思ってもらえたら嬉しいので、ぜひ持っているいろんなレンズをたくさん持ち出してあげてください。といったところで、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。もちろんこれからも紅葉の写真、秋の写真、あるいは冬に写っていくような写真っていうのがたくさん動画で出てきます。何せ私は近場とかご近所でしか写真を撮らなくなってきているので、まあなんかまた変わり映えのしない写真だなって思うかもしれないけれど、でもそれはそれで楽しいんですよっていうのをね、ぜひ皆様にもお伝えできたら嬉しいと思います。なので、ぜひ今後ともお付き合いいただけますようお願いいたします。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。